ゲルガナ、本名ゲルガナ・ゲオルギエバ・カツァルスカは、ブルガリア中南部、ハスコボ州のディミトロブ・グラト出身のポップフォーク歌手。2003年に突如として、ポップフォーク界で注目を集めるようになった。ブルガリアポップフォーク作用手のパイネルに所属している。ゲルガナは1984年11月30日に、生まれ、父母と姉と共に、ディミトロブ・グラトに暮らしていた。 ゲルガナは子供の頃からプロフェッショナルのスポーツ選手となることを考えており、特にいとこであるサッカー選手ストイコサカリエフの影響によりサッカーに興味を持っていたが歌手になることもまたゲルガナの子供の頃からの夢であった。2002年からゲルガナはパイネルにポップフォーク歌手としての披露を見せ、与えられた課題をすべて通過した。 翌年、彼女はレコード会社との契約によって、歌手としての活動を始め、それ以来パイネル所属の他のスター歌手たちと共に、各地をツアーしている。ゲルガナのデビューシングルとなった、グビャテ・ボベノを収録した同タイトルのアルバム、グビャテ・ボベノは、2003年に発売され7万枚を売り上げ、ブルガリアでプラチナムディスクとなった。この年以降、 ゲルガナは、パイネルで最も重要な歌手の一人となっており、パイネル所有のプラネタ TV による恒例の表彰や、パイネル所属のトップ歌手が、ブルガリア各地を回る、プラネタプリマツアーに参加するなどしている。リミックス、ぜ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 、アコースティックバージョン、ぜ、ぜ、リミックス、ウナパシオン、ぜ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 、ペイナーミュージック。ありがとうございます。